プロレス王子の三本です。3回連続放送カフェ日の当たる場所、まあここのね、まあ、あのカフェ日の当たる場所の天使さんは言うまでもなくジンさんとアコメさんですよね。まああの番組でもね数少ない2週連続のね放送をね経験したこの2人だから、まあこの YouTube で3週連続って言われたらまあ大丈夫か。じゃあ前回もお伝えしたように今回はまあこのねペンション日の当たる場所の閉館からあったじゃないですか今日まで。まあその前のね、まあ2018年に私が訪問して私が帰ってからまあ閉館してこのね今日までのこの3年間の間そのまあ集大成ですよね。いろんな葛藤があったわけですよ。なんで閉館しちゃったんだろう、なんであの時閉館することを教えてくれなかったんだろう、じゃああの時ねチェックインが遅れて食べれなかった番組始業メニューをねどうしても食べたい、食べさせてほしい、だからそのためにはカフェ日の当たる場所という新天地でもやってほしい、それをずっと言ってきた、ね、まあその時のまあそっからねまあ残念ながらそれは今回叶わなかった。でもまあなぜそれができないのか、そしてなぜそれをやめてまでその料理を使わずにして今新たに始めたのか、それがその番組に出たあのご主人であるジンさんから、ジンさんの口から全て明かされますので、その辺の方も聞いていただけたらと思います。まあ、ジンさんは、まあ、僕には正直この3年間の間に、まあ、ペンション閉店してこっちに言ってきて、まあ、その移る間にもいろいろ言ったことが、まあ、あの僕らはもう番組を引き、まあ、あんまり引きずりたくないと、うん、で三本さんはちょっと、まあ、番組を見て、まあ、初めて行けたっていうだけあってちょっと、まあ、引きずってる部分もあるからあんまり番組って来られるのはちょっと来られるならちょっと三本さんとは距離を置きたいとは言ってたじゃないですか。あんまりそういうなんか今もまあこういう話してあれだけど話をする分には嫌じゃないですか。いやまあ事実は事実なので、ええ、そこは別に変えることもできないし変える必要もないと思うので、ええ、だからそこは別にいいんだけども触れてこれるのは嫌じゃないですね、うん、だからそこは自分も出たことだし、はい、だからそれをなくすっていうことはないし、はいはいはい、ただそれに引きずられるのは違うと思ってるから、はい、だから後ろばっかり見てたらやっぱり、はいダメって、だからあの水本さんこの間ね、おかみさんのとこ行ってきたけど、はい、僕らも行ってるって言ったじゃないですか。まあ言って、まあね、あの閉店後に、そうそう、はい、ご挨拶して、はい、で、あのまあお話をさせていただいて、はい、実際にヤホー通りにも行って、はい、で、まあ当然のように宿はもうやめてたので、はい、あの泊まりはしなかったんですけど。はい、あの近くのホテル取って、はい、あのちょっとゆっくりおかみさんと、うん、おかみさんのお母さんとあの娘さんとってちょっとねお話しして、はい、いう時間を取らせていただいて、はい、でまあねいろいろ話したけどやっぱりもうおかみさんもそうだし、はい、やっぱり後ろは見ないでやっぱり、うん、次のことを自分たちでやっていけばいいんだからねっていう話も。お互いにしたし、うんうんうん、だそれはもう最もだと思ってたし僕らもね、うん、そこはだから、うん、会ったことはね変える必要もないし、うん、あれだけどもでもねそこにあの時ああだったからっていうことでやることじゃないから、あそれ要するに僕が言ったのは要するにそのあの時だから食べれなかったっていうのがあって、うん、それを言われるのが嫌なんですね。いや言われるのが嫌だっていうんじゃなくて、ええ別にそれを食べたいっていうのはあるかもしれないけれど、はい、今はやってないことだから、あ、うん、やってないことはあの別に、うん、今やってることを僕は食べてもらいたいし、まあそうですね、うんうん、ね、そこはだから、ね、じゃあ水本さんに作りました、はい、じゃあ本当に1年に1人いるかいないかの人が来て、はい、あの時三本さんが食べたものを食べさせてくださいって言われたら、はい、で食べさせたのにその人に食べさせないっていうのはちょっとやっぱり失礼じゃないですか。
あ、他のお客さんにもね。そうそうそう、うん、もしね、はい、あなたがそうやってこう放送したことによって、はい、それを見た人が、はい、そういうふうに思ったら、はい、でも今はそうじゃないので、はい、まあ、だからそうですね、きちっと断ることは断らないといけない、うん、あ、もうないものはないよって、ね、そうそうそう、そうですね、うん、それはね、うん、だから放送の時もやっぱり、うん、うん、前回三本さんにもお話したけど、はい、おかみさんはこのメニューにこだわるなよっていうことは言われたので、あ、はいはいはい、うん、そこはね、だからいや当然のように、うん、そこに違うところに行ったら違う形で何かを探っていかなきゃいけないし、まあそうですよね、うん、どうすればいいかなっていうことも考えなきゃいけないし、うん、でやったらできることをやっていかないと生きていけないから、まあそうですよね、あ、そういうことを言ってるんですね、そうそうそう、あの時僕食べれないから、あの時のメニューは1回に1回1回に1回って結構ご利用ししちゃったじゃないですか、そうそう、今では、だからあれがちょっと基本的には、お話しした中で、はい、こういう形で僕は考えてるっていうことを伝えたかった、まあそうですね、うん、それを理解してもらって、進めてもらえれば、はい、別に断る話ではないし、うん、まあそうですよね、うん、そういうこと愛の貧乏の非公式応援ページでもその応援ページがあってそこでもなんか書いて あったんですけど、なんか2019年の10月に閉館って、でさっき言ったその浜田翔吾のあれが書いてあって、その下になんかプロレスラー兼 YouTuber の三本さんが訪問したなんかその YouTube がありますよって貼り付けられてますもんね。そうなんだ、貼り付けられてて、なんかそのご主人の口からなんかその出演に至った経緯などが語られておりますみたいな感じで。そうなんだ見てないから分かんないけど、はい、なるほどね、はい、あれは本当に僕もなんか、まあなんか今となってはあのペンション日の当たり場その動画はテレビ局以外の動画で言ったら僕のあの YouTube1 個しかないわ、ないっていう貴重な動画になったんで、まあ撮影してもらったジンさんとアコメさんには本当感謝しておりますよ本当ありがとうございます。なんかいやいやいや、もうだってあれは今となってはもう誰が行ってもあそこにはもう行けないわけだからちなみにもうあそこは今もう壊されちゃってるんですか。いや、あのまんまの箱自体はまだある、箱のまんまなんですね。なんか Google で見たらあのまんまの状態が残ってたんで、はい、で、あの箱の状態で誰かがじゃあ違うペンション始めてるとか。いや、ペンションではね、ないです。なんだ、従業員用の、うん、寮かな、寮みたいな感じで、ただコロナの関係で、で、この前の冬に関しては、はい、やっぱり人がいなかったから、はい、だから使ってなかったみたいです。 あれなんかトマトとかアスパラとか部屋の名前いろいろあったじゃないですか、はい、あれアスパラとか、僕アスパラだったんですよ。あれ部屋の名前とかはあれにそのなんか野菜とかの名前にしたのは何かあったんですか。いや、まあ普通にいろんなね、ABCD とか、はい、1号室とか2号室とかっていうつけるよりも、はい、やっぱり可愛らしい名前の方がいいなっていう話で、うん、じゃあ何しようって言った時に、じゃあ北海道にある野菜にしようかって言ってつけた、はい、なんかその何でしたっけなんかそうで、あそこ部屋がなんかメゾネットじゃないけど部屋の上になんか、はい、ベッドがついてる、あ、はい、畳、うん、あれ僕上がんなかったんですけど、はい、あれ結局ね、ああいうのって北海道ではああいう作りがいいとかあるんですか。いや別にそういうことではなくて、はい、あれは僕が譲り受けた方が、僕が建てた建物じゃないんで。ああ、そうなんですか。はい、はい、あ、はい、だからその時に作った方が、まあ当時それこそ私をスキーに連れてるとか知らないでしょ知らないね私をスキーに連れてってっていう映画が流行った時があって、はい、その時がもうスキーブーム、で、もうとにかく日本人がスキーをすごいガンガンしてた時代で、で、まあ行ったらそのブームに乗っかってどこでもいいから寝かしてほしいっていう、とにかくもう詰め込みっていう感じのところがすごく多かった。その中で部屋上にも作って、で、もともとあそこはベッド入ってなくてみんなボロ寝タイプで、それこそ上に4、5人寝て下に4、5人寝てみたいな、そんなすごい状況だった。へえー、あ、そのブーム時代は。そうそう、ジンさんが譲り受けた時はそういうのはなかった。そう、
もうそういうのはもう終わってバブルが弾けて、うん、でまあ言ったら今ちょっといろいろね時代としてはいろんなことが下がっていく時代だったので、うん、で僕のあのそのプロレスのお客さんで名古屋のお客さんがいるんですね。でその名古屋の人が北海道が大好きで毎年年に1回2回旅行できてるんですよ。でその人は愛の貧乏の視聴者で、なんか名古屋にあったお好み焼き屋が愛の貧乏で出て、そこになんか放送1年後に行ったらもう閉店してたんですよ。でその人は北海道に毎年来るもんだから、その2001年にジンさんが出たばっかの時に、そういえばよ三本、愛の貧乏で出たよ、ペンション日の当たる場所ってあっただろうって、なんかよお前も YouTube に上げてたかもしんねえけど、あのペンション日の当たる場所に出てたさ、あの店主はね、俺ねニセコにスキーに行った時に、なんかその日の当たる場所っていうワゴン車が書いてあるところをなんかあの送迎してたの、俺見たことあるよって言ってました。あれなんかやってたんですか、送迎はね、ニセコから出発してたんですかね。いや、あの上のスキー場にピストン、はい、っていうのが、いや、あの上のスキー場まで、ね、あの送ってお客さん送ってたんですよね。それ以外になんかニセコの方とかには行ってない。あ、まああのたまにお客さんが JR とか使ってた人がいて、うん、はい、そういう時には送ることもあったけど、それは本当にまあ本当に少なかった、うん、なんかそう、そんなこと言ってたんで、その人はやっぱスキーとかやっぱするんで、そう行ったらたまたまそのジンさんを見たんですって。日の当たる場所っていう書いてあるワゴン車に乗って、そう、あ、愛の貧乏に出た人だと思ってって、でそこで話は書けなかったみたいですけどね。でも泊まりに来なかったんでしょ。まあそういうことなんです。だから言ったんですよ、じゃあ泊まってあげればよかったじゃんって、声ぐらいせめて声ぐらいかけてあげないよ。いや声かけられても困るんだけどね。でも声はかけられました、その店とその奥ピストンとかしてるときに。いやそれはない、それはない。でも日の当たる場所って書いてあるワゴン車だったわけじゃないですか。その時にあのテレビに出た方ですねとか。それはないです。さすがに多分仕事してる時だろうから、だからそんなのでいきなり声をかけてこないし、で、うん、ここまでではなかった。ああ、いやでも。あれですね、あのパンを25個っていうのが新記録だったんですね。新記録っていうか企画外だもう。じゃあこのパン、はい、あ、ほんと柔らかい、ふわふわですね。あの時の同じような感じ、もう同じです。ね、同じパン形は違えど、そうあの時はもっと丸い形のパン。小麦は何ていう小麦？ね、はい、あります？日の使っているここ、夢力元気っていう、あ、いい名前でしょ。いい名前ですね、北海道さんの。ちょっと待ってください、これ写真で撮りたいですわ。いやいや、ありがとうございます。いやでもその僕、そのペンションさんが閉館するって聞いた時はすごいもちろんショックでしたし、でもその10月だったじゃないですか、2019年ので、僕9月のメキシコ遠征に行く数日前に聞いたんで、もうだからなんか知ってて、もっとあれでも2月ぐらいから決めてたんでしたっけ、3月ぐらいからでしたっけ。うん、もう年明けてあのもうあの売る形で進めてたので。発表したのいつでしたっけ。発表したのは春ぐらいですか。春かな、ですよね。うん、売りあのもう確実に売るのが決まってから、そう売れたっていうのが決まってから。僕だからその春ぐらいからしてたらもう来てたんですけど、僕9月のもう何分ぐらいにして、あれがメキシコ遠征のちょっと何日か前だったんで、ちょうどその10月の終わる頃ってもうメキシコにいる真っ最中の時だったから、うわーこれはいけないわ、まさかこんな早く終わると思わなかったと思って。あ、でもそれで早速これは噂の段階で俺信じたいから、あえてジンさんとアコメさんに電話でちょっと本人の口から聞こうってあれしたわけですよ。
ここでプリンスニュース。いやでも私も東京から来たんで初めて来ましたよ。あ、そうですか。栗山町まで。ようこそ栗山に。なんか北海道結構来てるよ。5回目です人生で。あ、来てるんだ。そう、3年ぶりに来ました。うんうん。野球を見ていかがだった？野球は見なかったの？いや。さあ視聴者の皆さん、今愛の貧乏脱出大作戦もしくは犯罪系シリーズ企画だと北海道の企画をねご覧になっている真っ最中だと思いますが、私もね5回目の北海道で。今回初めてこの栗山町というところにやってまいりました。この栗山町というねここのねこの場所のこのお店のトゥモローというお店、ここはねあの日本ハムファイターズでもリーグ優勝そして日本一を経験し、昨年2023年に3月あの WBC で世界一にもなった栗山英樹監督がよくここに来られるお店としてね今もう有名になっております。ここのこのトゥモローというお店は東京でもなんかすごい展開されていて、はい、昔、まあ、昔で、はい、はい、で、今は今はもう栗山、今はもう栗山町ここ一軒だけになってしまいました、 でね、今ね、もう栗山さんもね、よく来てくれるということでね、まああのこのお店がすごく有名になったと思うので、ここが創業どのぐらいでしたっけ。43年で、栗山さんが来るようになったのは22年ぐらい経つと思いますよ。すごいですね、もう常連客ですね。いや栗山さんの会もあってね、すごいこのお店は有名になって、私も今回ね東京からこの栗山町に初めて来て、初めてこのトゥモローさんに寄らせていただきね、それね、あの栗山監督がねここに来てよく食べるねポークジンジャーを、今日はいただきました。ここのねお店はねあの、まあ、喫茶店ということもあってコーヒーもすごく有名なのか、はい、どんなコーヒーなんでしたっけ。トラジャーコーヒーって言って、はい、豆がすごい少ないですよね、はい、なんかちょっと貴重な豆なんですけど、普通にお客さんに毎日飲んでいただきます。あ、そうですね。で、私もいただいたんですが、本日そのトラジャーコーヒーは500円、580円ですよね。でもしかしそれが北海道の札幌の方だったらもう800円とか1000円ぐらいします、ね、とか1000円ぐらいします、ね、いやここはね本当にぜひねこういったねもう古くからある昭和のレトロ感があるね雰囲気のねとてもいいお店でね、栗山監督もよく来るというお店で、今日は私も初めて来ましたけどね、まあこれをぜひご縁にまた北海道に来たらこのお店にも来らせていただきたいと思っております。今日ありがとうございます。いえいえ、私もね東京から初めて来てねこうやって笑顔でね、はい、出迎えてもらえてね、はい、本当にすごく嬉しかったです。本当にありがとうございます。ではどうぞこの後も引き続き、愛の貧乏脱出大作戦もしくは犯罪、企画の北海道シリーズをどうぞお楽しみください。んじゃあこの後ちょっと行って、まあ向こうもゲストハウスなんだと思うの、はいはいはい、あ、そうだそうだそうだ、大事なことある。はい、一本さんさ、はい、LINE はしてる？あ、してますよ。したら、LINE で、はい、チケット送るから、はい、 LINE を教えて。で、ただ旭川はですか？なんか違う、何のチケットですか？何のチケット？なんか俺に頼んでないチケット。ああ、そう、札幌ドームですね。そうですね、すいません。はい、はい、あ、チケットはその方、はいはい、はい、ちょっと
で、その前に J さん、ちょっとあの店長に呼ぶ場所で愛の貧乏を出した非公式応援ページで非公式をこうやって書いてある当たるって感じじゃないか。そうなんですか、うん、で、こうやって書いて水野さんもたまに書いてるからさうちは平和なのかな当たりっていう時間じゃん、使ってないかもで、こう書いてあって、この下図、まあ、2019年の売りじゃないですか、はい、で、こうやって書いてあって、はい、ロレスラーキーさんこうやって YouTube 書いてあります、はい、これですね貼り付けてる人がいるんですよ、ね、関係者かなんかねジンさん、本当にね、この新型コロナウイルスの影響によりいろいろ大変な時期にね、オープンされて、そしてこうしてね、3年半ぶりに再開できて、いやなんかね、こうやってね、ずっと 長い時間ね、長時間いろんなことをね、話してくれて本当にね、感謝感謝ですよ。でもね、やっぱり今ジンさんの口からも言ってましたね、やっぱり番組に出たことはもう仕方がない話、それは事実だから仕方がない。ただやっぱりペンション日の当たる場所からカフェ日の当たる場所に移った時もそうですけど、まあ番組でね合格をもらった時にも、まあカメラが回ってないところでアホ踊りのおかみさん渡辺真理子さんからもね、あの達人からも、もうこの食材やこのメニューにこだわる必要ないんだよっていうこともね、やっぱりそういうアドバイスも受けてたと。そしてまあペンションをやめてカフェ日の当たる場所で今新天地で新たなスタートを切った。もうペンションの頃からもそうですけども、ほとんど番組を見てくる人はまあこのねプロレス王子、まあ、三本、まあ、私しかいない、まあ私とあとまあほぼもう 数組ぐらいしかいない。だからね、その人たちのためだけのメニューを取っておいてね、それで他のお客さんにそれを食べさせられないってことになると、それは失礼になってしまう。だから今までやっていたことをやめて新しいことに挑戦するってことは、新しいことを始めて今までのことは一回切らないとやっていけないというね、そのね大人の事情があって、今回はまあそのね我々番組視聴者にはね本当に申し訳ない気持ちだとはまあ思ってくれてるはずですが、今回はちょっと残念だけど、あの番組メニューに関してはもう今はやっていないということで、仮に来たとしても番組視聴者の方でもそれはもう得られないけれどもね、でもあの番組出演したねジンさんアコメさんが新たな新天地としてこのカフェ日の当たる場所でねまた新たな挑戦をしたわけです。皆さん決してね愛の貧乏脱出大作戦のほとんどの依頼者のあのお店のようにね閉店後消息がわからないとかもうそういう感じではないので、本当に一生懸命今もまたこのコロナウイルスと戦いながらジンさんはそしてアコメさんは頑張っております。どうかこちらにこちらのお店にもお立ち寄りして少しでもお力になって応援していただけたら嬉しいなと思います。そして最後にこれあえて言いますが、ジンさんが言ってました、こちらね自宅兼店舗としてカフェ日の当たる場所を始めました。今見てわかる通りですが、外観まああの通りにちょっとこういうね上りとかまあ、小さなこういった看板こういったものは載ってるけど、お店のこの建物自体にあんまりそういうカフェ日の当たる場所とかそういう名前の書いた看板が載っていない。私も最初は分からなかった、来た時にちょっと迷ってしまった。だけどそれはなんでそういう風にやってるかと言いますと、まあジンさんが言ってたのは、まあジンさんももう年齢的な問題もあるので、もし万が一例えば体力的にきついとか、まあ例えばまあ病気とか大病とかして、お店がやっていけなくなった場合には、こちらは、まあ、あの、貸し店舗にして、まあ、大家さんとしてね、まあ、やっていくことも、将来的には考えている。だから、ちょっと、目立ちにくい外観ではあります。で、まだ、できたばっかりのところなので、あの、Google でちょっとマッチしなかったり、カーナビでマッチしなかったりして、もともとここ空き家だったところだったからね、マッチしなくて、ちょっと迷ってしまうところも、あるかもしれませんが、でもちゃんとジンさんとアコメさんは一生懸命新天地で頑張っております。そして視聴者のため、そして来ていただいたお客さんのために全力で頑張っておりますので、どうか皆さん
ペンション日の当たる場所から生まれ変わった新天地カフェ日の当たる場所を、これからも応援そしてご来店お待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただいた方はチャンネル登録&グッド評価、快適なコメント、そして世界中に拡散の方よろしくお願いいたします。また私三本はSNS の方も Facebook、Instagram、X、TikTok の方をやっておりますので、そちらの方も興味がある方はぜひそちらのアカウントの方もフォローと拡散の方よろしくお願いいたします。すいません。どんなとこに見えるの？息子？あ、達也？達也は長野刑務所にいるって話ですよ。本当。うん、なんやけどね。え、達也くんって見たことあるんですか？うん、あとあります？見たことあります？達也。見たことあるって、いつもだってここへ引っ越えてきた時にいつも犬連れて散歩に行きよったもん。おはようございます、こんにちはって言いよったでいい子やよ。いい子だ。え、あの子ね。で私が、うん、ね。あの、やっぱ間が裂いたんやで、うん、はい、ちょっと待って、皆さんちょっと待った。今ですね、この YouTube が配信されてる頃はその愛の貧乏脱出大作戦なのか事件系の YouTube なのか、ちょっとどういうね、企画の YouTube が配信されてる頃かわからないんですけど、おそらく、まあ、今私はこの北海道札幌市のね、このすすきのにいるので、まあ、おそらく北海道シリーズが配信されている頃なんじゃないかなって思います。なのでね、あの次回、まあ、あの別の企画の愛の貧乏脱出大作戦だか、まあ、事件系だかの YouTube の方が配信される予定ですが、今北海道シリーズの企画をご視聴になっていたと思うので、私がちょっと北海道シリーズで割り込みさせて配信させていただきたい企画があるので、皆様そこは何卒ご理解ください。あの2023年の夏に北海道の札幌市中央区のすすきので男性の首から上がない遺体が見つかる頭部切断事件あったじゃないですか。あの田村瑠奈被告による頭部切断事件、あの事件の私その後実は追ってきたんですよ。なので本当に申し訳ない。皆さん次回は愛の貧乏脱出大作戦なのか、その他の事件関連の YouTube なのか、ちょっと今どういう、ね、企画が配信されているのか分からないんですけど、こっちのね、札幌すすきののラブホテルで起きた男性のね、あの遺体のね、頭部切断事件、あの田村瑠奈被告によるね、あの犯行で行われたね、あの事件を先に配信させていただきます。ちょっと割り込みする形にはなりますが、視聴者の皆さん何卒ご理解していただけると嬉しいです。ありがとうございます。ホテルレッツススキルでございます。もしもし。は
はい。あの、すいません。今度、はい。7月の18日って、はい、申し訳ございませんです。Please subscribe to our channel. 채널 등록 부탁드립니다. 请订阅频道.